回日曜日の9時半から3時間ぐらい行ってて、で演奏会の前は、強化練習ということで場所を移動してみんなで練習してます。パートによって多分練習の内容も変わってくると思うんですけど、基本的に先生は毎週いらっしゃるので、先生に基礎的なことを教えてもらった後に曲の練習という感じになります。で、指揮の先生が来られたり、あとたまに分奏があるのでみんなで集まって合奏をして合わせる感じです。もう何年ぶりかな、ずいぶん前に一度寄せていただいてるんですけども、その時からすごくいい印象を持っていて、全然こう変わらない感じでね、まあ、本当久しぶりだったんですけど、すぐに、10年以上経ってると思うんですけど、その気分にすぐに戻って、みんなとても明るくて行儀よくて一生懸命やってくれるので、はい、楽しいです。指導員の先生が各パートについてくださるので、技術的な面でもとても成長できるし、先輩たちの年齢の幅がとても広いので刺激をもらえます。やっぱり指導員の先生に毎回見てもらえたり、近い年代の人たちに一緒に同じ楽器を教えてもらえるというのがすごく良かったと思います。きちっといろんな的確なアドバイスをいただけるので、すごい楽しみながらもこう音楽をより学べてるのかなと思います。プログラムはとっても豪華で、オーケストラの曲の中でも最も編成の大きい部類に入るホルストの惑星をはじめ、そして合唱団とも共演できるし、トロンボーンの素敵なソリストとも共演ができるし、あと序曲はモーツァルトの魔笛、もう素晴らしいプログラムだと思っていますので、まあやってる方ももちろん楽しいですけれども、お客さんもきっと楽しんでいただけると思います。どんどん形にして、素晴らしい55回の記念の演奏会にしたいと思っています。55周年のコンサートは、まあ3月で終わりますけれども、また今後もお付き合いさせていただきたいですし、ますますどんどんこううんと伸びていくんじゃないかなというふうに期待しています。今回は55周年の記念演奏会ということで、関谷先生もお招きしてより素晴らしい演奏会になると思います。隊員一同一生懸命頑張ります。ぜひ来てください。